時間が結構なくなってきて、その他の4曲を完成させるかこの1曲を完成させるかっていう選択肢に迫られたんですね。でその新しい曲に手をつけたらこれとこれはもう多分完成する時間はありません。で今日の時間はその残りの4曲に絞るかどうかっていうところで急遽話し合いになったんですけど、でもその全体の完成図が見えてないからやっぱりみんなわからないですよね。僕の中だけにあったからそこに音がない中でなかなかこうみんなでよしこれにしようっていう風になるのはすごい難しいなと単純に思ったんですけど、でそこでその時に完成してる状態っていうのは 50% ぐらいしか完成してなかったけれども、その先にある完成した状態っていうのは僕の中にはしっかりイメージがあったんで、これは絶対良くなると思ったんですよ。でもそれを言葉で表現できないし、あとはもう熱量と勢いしかないなと思って、音のそういう説明とか解説とかじゃなくて、いやもう俺はこれがやりたいなっていう風な思いをただひたすらぶつけて、で作業に入っていたというか、僕もねちょっと迷いがあったりとかで、他の曲も良かったから少しでも迷いがあったらやってなかったような気がするんですよね。でも自分の中にあるイメージだけで絶対良くなると思うんだよねと思って作曲してレコーディングしても思ったほど良くなかったねってなることっていうのが今まで何回もあったから、そういうことも頭によぎったんですけど、でもなんか絶対大丈夫やと思ったんですよね。謎の自信みたいなもので結構ゴリ押しした形にはなってしまったんですけど、具現化したものがない中で進んでいく時ってその説明と説得と熱意しかないと思うんですよ。実際聞かせてもらえたらああいいやんっていうみんなも言えたと思うんですけど、そこから新しい展開、まあ、今の完成形みたいなものが出来上がってくるんですけど、そこからさらにいろいろ形を変えて今までの10ビートと同じような展開みたいなものを結構何パターンか作ったんですよね。でその中でもやっぱり今の完成形っていうのは割と馴染みがなくて迷いと不安みたいなものもチームの中にすごいあったんですけど、常に僕らって新しいことに挑戦っていうことにはこだわり続けてきたんですけど、全くやってない音楽要素とかそのなんて言うんだろう、パフォーマンスというかそういうことばっかりに目を向けるんじゃなくて、あるものの中でもやってない、できることの中でも、そしてやってきたことの表現の中でも、そういう順番変えるだけで、ね、料理と一緒で前菜が何かによってそのメインディッシュの食べ物の味わいも全然変わってくると思うんで、順番変わるだけで料理自体が僕は変わると思うんですよね。でそういうところになかなか挑戦できてなかったなっていうことで、頭の中ではそういうことに挑戦できる時が来たタイミングっていうのは、やっぱりいいものができた時はどんな展開であれ、どんなにやったことないことであれ、僕たちが普段不得意とするものであったりとか、まあなんちゃってになってしまってるもの、それっぽいけどあんまりやったことないんでしょうっていう不慣れなものだったとしても、それがいいものであれば決定して世に出ていくはずやと思ってたんですけど、冷静に考えたらこれから作るものを話し合っていく上でそんなシチュエーションってないんですよね。だからできる限りそこで演奏しながらこうなってこうなるんちゃうかなっていう演奏で検証しながら、あとはもう熱意と、熱意なんですかねそういうものがなかったらやっぱり通らないと思うし、通ってこなかったこともありますから。